メルローズ修道院メルローズ修道院は、スコットランド南東部のスコティッシュボーダーズにある町、メルローズに建てられたゴシック様式の修道院である。1136年、スコットランド王デイビッド一世の命により、首都会の修道士らが混流し、メルローズ教区の大修道院長が長を兼ねた。幾度となくイングランドの攻撃を受けては再建、修復されたが、今日残っているのは、 主として14世紀末以降に赤レンガで作られた外壁部分だけである。この時代の優美な教会建築の貴重な代表的遺構としてヒストリックスコットランドによって管理されている。16世紀末の復元建造物を利用した博物館が併設されており、修道院跡に残されていた彫像をはじめとする資料を見学できる。メルローズ修道院の墓地には スコットランド王ロバート一世の心臓が埋葬されたという。7世紀、現在のメルローズ修道院により東へおよそ3キロメートル離れた古代メルローズの町に聖英伝を祀る修道院が建てられていた。839年、スコットランド王ケネス一世によってこの修道院は破壊されたが蛇行するツイード川の曲線に挟まれる形で残された墓地がそこに 修道院があったことを示している。この修道院には、後にノーサンブリアのリンディスファーアン島で司教となる、イカスバートもいた。デイビッド一世が同じ場所に修道院を再建することを望んだのに対し、市東会の修道士らは、元の土地は農作に向かないとして、現在の場所に新たな修道院を建築するよう主張した。10年の歳月をかけて建設された教会は、 1146年7月28日の東側部分の完成をもって、他の首都会の修道院と同様聖母マリアに捧げられ、スコットランド修道会の母教会に据えられた。修道院の他の部分は、その後、50年間にわたって増築された。メルローズ修道院は、創建時より、広範な特権と財産を有していた。発願者であるデイビッド一世からは、 修道院に対し、メルローズと周辺地域の土地やツイード川の漁業権などが与えられ、以降もその財を拡大し続けた。メルローズ修道院の周りには、徐々に町が形成されていった。修道院は、イングランドとの度重なる戦火に巻き込まれた。イングランド王エドワード一世の二度にわたる攻撃に、続き、1322年には、同エドワード二世軍によって、 ほぼ全開させられた後、スコットランド王ロバート一世の支援によって再興された。修道院内部1385年には、イングランド王リチャード二世軍が放った日により、修道院はまたも激しく損壊した。この戦いで、スコットランド王ロバート二世はエディンバラまで後退を余儀なくされている。一方、リチャード二世は、 自らの軍が与えた損傷に対する保証1389年に提供している。この時の修復工事は100年にも及び、ジェームズ4世が1504年に修道院を訪ねた際も未だ続行中であった。1544年、イングランド軍がまだ幼いスコットランド城をメアリーを、イングランドをヘンリーパスセイの皇太子に嫁がせようと、スコットランドに侵攻し、修道院は、 決定的な損傷を受けた。これ以後、メルローズ修道院は完全に修復されることなく次第に機能を失っていった。修道院には修道院長や行位の聖職者を除いて100人の修道士が所属していた。60人は宗教改革時にカトリックは放棄したと言われる。1542年の記録によれば施しの分を含めた 修道院の収入と蓄えには、多額の現金のほか、大麦、小麦などの穀物類、課金類、バター、種類などが含まれていた。これらは、宗教改革期の1561年に放棄され、王家、または貴族の手に渡った。その大部分は、バクルー行に接収された。スコットランド王ジェームズ5世の死生児で、メルローズの最後の修道院長。 ジェームズ・スチュアートは1559年にこの世を去り、また、最後の修道士は1590年に亡くなった。1610年には、修道院の一部が近隣教区の教会に改造され、建物の十字型中心部にあった元の波模様のアーチは簡素なアーチで覆われた。その後、イングランド内戦時に、オリバー・クロムウェルの軍勢が打ち込んだ大砲の砲弾が、 修道院の受けた最後の攻撃となった。この砲弾による傷跡は今も修道院の壁に刻まれたままである。改造された教会は1810年に別の教会が町に新築されるまで使用された。メルローズ修道院の平面図メルローズ修道院はゴシック様式の十字型平面を持ち奥行き十九メートル、幅十二メートル、周囲長八十七メートルとなっている。 中央の先頭部分はほとんど残っておらず、残存部分の高さは26メートルである。移行に残る窓は多い。その中でも最も大きな窓は十字部分の上に相当する新郎東側にあり、彫刻などで飾りが施された。その高さと幅はそれぞれ最大部分で約17メートルと約9メートルである。他の窓より後に設置されたものと考えられる。 修道院外部からは50の窓と4箇所の扉、54の壁画、50を超える控え壁が見える。修道院には、聖人像をはじめ、竜、ガーゴイル、植物などを含む多数の彫刻群によって細部に装飾が施されている。熟練彫刻師のジョン・モローが階段の一つに残した、B.E. 春がイエヘンでという句は、メルローズの街のスローガンとなった。 メルローズ修道院メルローズ修道院の墓地にはアレグザンダー二世のほか、スコットランド王や貴族グラスゴー主教などが眠るロバート一世は心臓だけが防腐処理を施されてメルローズに埋葬された1812年に修道院の内陣南側で発見された石棺がロバート一世のものと一時は考えられたがこれは 先生術師のマイケル・スコットの棺であることが判明した。他方、1996年に実施された考古調査で、円錐形の鉛ケースと共に一枚の銅板が発掘された。そこには1921年のある発見が記録されていた。すなわち、1921年3月、修道院の総会堂床下,下から、心臓の入った鉛製のケースが見つかっていたという。 鉛ケースが再度開封されることはなかったものの、ロバート一世以外に心臓がメルローズに埋められたという記録はないことから、このケースの中の心臓はロバート一世のもとであるとされている。1998年6月22日、ケースはメルローズ修道院で再度地中に戻された。6月24日には、ケースの埋葬地に新たに設けられた台座が公開された。 詩人ウォルター・スコットは作品の一つでメルローズ修道院について歌った。1958年に完成したアメリカ・ミシガン州のヒルズ教会はデトロイト近郊の湖のほとりブルームフィールドヒルズにメルローズ修道院を模して建設された教会である。ありがとうございます。